連載小説のコピーみたいなので、はい、これを、やりませんかっていうふうにいただいて、うん、でそれの時は今まとまって文庫本になってる小説だと、はい、の中で言うと昔の里見八犬伝を桜庭さん風にこう書き直した、はい、二尾色っていうんですかね、二尾色と伏姫の物語っていうところだけをもらったんですよね、はい、本当に里見八犬伝の現代版っていうんですかね、はい、桜庭さんの書き直した版のだけをもらったんですけど、その時はあこれはアニメーションにはならないなと思ったことが正直だったんですよ。アニメーションなのでこう映像じゃないですか、はい、映像なので映像にした時にこう何かこう楽しみ映像とした時に映像にした時にこう文章としての面白さとか、あとはその里見八犬伝っていうものを事前に読んでたり知ってたりしてる人前提の面白さっていうところがやっぱ文章の面白さだったんですよね、はい、なので、映像にした時はその里見八犬伝を知らない少年少女を見に行きますし、あとはそのまあアニメーションはエンターテインメントとして2年もかけて作ったりするので、はい、アクションあり笑いありでやりたいなというのは普通にあったりしたので、はい、あとは自分がこうパッとこうあこれいけるっていうような予感がしなかったっていうのがでかかったのでっていうふうになってたんですけど、実はその後に単行本になるときにこういう形になったんですって言って、うん、そのもらったものを、はい、まあ、無理だろうなと思いながらもう一度読み直したんですけど、はい、そしたらその前後にその里見八犬伝っていうものが実は現実として江戸時代の世界にこういう形で伏せという血を引きし者が生き延びていて、それを伏せ狩りといってこう凸凹コンビの兄弟がお兄ちゃんと妹が退治をするっていう、ちょっとしたその映画としてだと分かりやすく言うとそのリーサルウェポンとかセブンとかじゃないですけど、バディームービーっていうんですかね、フレンチコネクションの時ですけど、ああいう形としての物語が前後に付け加わってたんですよね。で、あこれはなんか、うん、映画になるんじゃないかなと思って、でさらに自分が今まで作ってきたものが一回こう自分でストップして、うん、少女の成長ものとかそういうものをやってみたいなっていう興味があったので、はい、これをこういう形で少女の成長ものにすることは可能ですかっていうふうに桜庭さんの方にお伺い立てて、うん、で聞いてみたら、いいですよということだったんですよね、うん、でそれでだったらこうしたいああしたいっていうのが、でも原作の中のこれを映画にしたら面白いんじゃないかっていうのがわーっとこう溢れてきてっていう感じだったんですよね。でそれを一個一個こう確認しながら、あとは原作の方がすごくこう連載小説の面白みなので、エンターテインメントとしていろんな方向にこう豊かさが広がってるんですよね。なのでそれをじゃあ映画 のお皿に乗っけるときにどこをこうやってどこをやらないとかっていうことも含めてこちらにお願い一任してくれた感じがあったので、それで脚本家さんと野尾浩二さんと一緒に話し合いながら、桜庭さんに時にお伺い立てながら映画としてのお皿の枠の中に収めているってことができたという感じだったりしますよね。普通あんまりなんかそういうふうにある瞬間こっちを本当に信頼してお任せしますっていうふうに言ってくださる人はやっぱすごく少ないので、桜庭さんのその寛容さと、あとはその何て言うんでしょう、その持ちは持ち屋でお願いしますっていう気分を、こちらも逆にそう言ってもらえたことによって逆に桜庭さんを意識して原作から離れずに済んだっていうのがありますね。時に改変したりすることはいいことでも実はなくて、改変だと思ってよかれよかれと言いながら作用反作用で逆に良さを潰していくってことも生まれてしまうことは確かなんですよね。なのでそこでこれは改悪してるんじゃないか、いやこれは改善なんじゃないかとかっていうこともちゃんと一個一個踏みとどまりながらやれたので、でもなので結局最後は原作小説はどうだったっていうところにいつも立ち返ってやったので、うんうん、そういう意味だと桜庭さんに見ていただく時もなんでしょう、すいませんっていう気持ちはなかったですね。そうですね、アニメーションは本質的にアニメーションって2時間は超えない方がいいっていうのはやっぱりあるなと思ったんですね。どんなに映画的にしたとしてもやっぱりその見ててファンタジーっていうんですかね、そのファンタジーの世界を2時間興味せられるともうなんか頭おかしくなっちゃうんですね。なのでやっぱ1時間半もしくはその見やすさとしてその辺を収めたいっていうのがあったんですけど、いや土台入らないんですよね。なのでさっき言ったそのバディームービーを軸に置きながら、田舎から出てきた浜地っていう少女が江戸とい こう花と色の街で女になっていくっていうんですかね、うん、そこにこう焦点を絞って、そんで一個やりたかったのはたくさんの人に見てもらいたいねっていうのがあったので、はい、初恋をちゃんと描くっていうんですかね、うん、なんかそれをやりたいねというところでそこに絞り込んで原作のやつを逆にこう順番を入れ越したりとかなんとかしながらこう再構成するみたいな、なんかそんな感じだったんですよね、うん、
プロデューサーの人たちはそのある瞬間こう好きなこと言いますからね、チャンバラ見たいとかですね、なんかこの時代にあれはしたいこれはしたい、でも逆のこと言うと監督なんか大体ろくでもない奴らがなってるんで、あのそうやってたくさんの要求されて困らされた方がいいんですよ、初めに実作業が始まる前までは。そんで実際に実作業が始まったらもちろんその尺のこともありますから、できることできないことってあるんですけど、たくさんの要求がある中でうわうるせえなって言ってこうさあやろうって言ってこう現実の現場っていうんですかね、アニメ絵を描くアニメーターさんとかいろんな方の現実の中でそれを叶えていくいうにこう諦めずに一個一個やっていくとかっていうところがあるんで、実はそういう何て言うんでしょう、業界的に言うと何て言うんですか、プリプロっていうんですかね、なんかその段階でいろんな人の要求とか、いやただただ金儲けしたいって言われたらこっちだって抵抗しますけど、いや面白いことをしたいとかこういうものが見てみたいとかっていう素直な意見は実は観客を代表してるっていうんですかね、そういうふうに思って耳を貸しといた方が結果自分にとって得なんだっていうふうに思うようにしてたんですよね。なので、で実際それが叶えられたところもありますし、それはもうどうしても入れられませんよっていうのもあるので、それはできるできないあるんですけど、なのでやっぱりどっかで江戸時代を見るって言ったら、いやなのでその大河内さんとお話した時にあったのは、やっぱり江戸時代で史実に基づいたものにガチガチにするよりも、どっかでアニメーションなんてちょっとファンタジーの要素っていうんですかね、見たことない江戸にしようっていうふうにスタートさせてもらいましたし、あとはそれでも嘘でもその江戸時代っていうふうにしてるんで、火事と喧嘩は江戸の花じゃないですけど、スペクタクルとして最後に火事になるっていうものを入れてみたいとかですね、あとはさっき言ったみたいにそのチャンバラ、まあブレードアクションとは言わないですけど、少しやっぱこうチャンバラをやるとか、そのもののふっていうんですかね、武士としての生き方っていうのは何なんだとかですね、なんかそういうものも一つずつ何か細かく入れていきたいねというような話はあったんですよね。なのであとはそうですね、江戸時代で僕たちが江戸時代ものとして見たいのは何だったら、やっぱり吉原って見てみたいよねとか、あとはその当時のその猿若町で流行ってたその小屋芝居っていうんですか、はい、その歌舞伎の原点となってるような小屋芝居ってどんなんだったんだろうとか、そしてあとはやっぱりこう江戸時代なんで江戸城っていうものに乗り込んでいくとかっていうものは何かこう最後はやった方がやりたいよねっていうような話とか、なんかそういうのがいくつかあったんですね。で、あ、そうです。あともう一個はその、当時の長屋っていうんですかね、長屋暮らしみたいなものはやっぱこう僕たちの中でも面白さの憧れとしてあるので、なんかそういうのを含めて入れていこうっていうのがあったりします。だと一番初めにもちゃんと江戸を調べるっていうとこから始めました。自分もまたその自分のアプローチの仕方としてほっとくとこうガチガチに現実的になっていっちゃう方なんですよね。なので初めにまず普通にこう江戸のその江戸資料館だなあったりとかなんとかっていう資料館にまず通って、そんで江戸の文献もたくさん調べたんですよ。でたくさん調べれば調べるほどその江戸ってちょっと近いじゃないですか、歴史として。なので写真とかも残ってるんですよね、いっぱい写真もありますし、その文章とか史実でもたくさんあって、そうするとじゃあそれをアニメーションとして綺麗にトレースして絵に起こし直すっていうんですかね、はい、それが果たして面白いのかっていうところに早々に気づいたんですよね。いやこれをそのまんま絵にしても、結局はそれは研究所とか、その何て言うんでしょう、そういうものに負けるだけなんですよね。でそれを単純にトレースしてもアニメーションとしての快楽が全然含まれないので、それだったらそれは一個置いといて、アニメーションとしての快楽を追求するのがアニメーションの醍醐味だろうっていうところにもう一回戻ったっていうことだったりするんですよ。なんですが一回それをちゃんと調べることにはすごく意味があって、はい、ちゃんとこう、アンカーを打ちつけて、重力を持ったところで想像力を広げるっていうんですかね、想像力だけをただ羽ばたかせちゃうとはちゃめちゃなファンドラッギーなムービーみたいな感じなんです。なんですけど重力があるからこそ飛ぶことが美しいっていうんですかね。なのでいつもそのアニメーションっていうのはすぐこう、その向こう側に行っちゃうっていうんですかね、ドラッキーな方に向かっていく風になってしまうので、逆に江戸城はこういう形でも色はめちゃくちゃにしてみようとかですね、少しこう極彩色豊かにしてみようとか、なんかこう見たことのない江戸城を作ってみようとか、そういう風にやって、やっぱそれは虚と実じゃないですけど、リアルがあるからこそこう虚構のなんか振りかけが効いてくるみたいな、なんかそんな感じかなと思って作りました。そうですね、あとはその打ち合わせしている時にそのデザイナーさんである今回キャラクターを描いてもらった橋本さんとかですね、あとはその舞台美術を描いてもらったその岡間さんとかっていう方がいるんですけど、その人との話し合いの中でこういう風にしたいとか、その人が持ち寄ってくれたアイデアを少しこう変え
変えてアニメーションの中にも落とし込むとか、そういうようなことはその相手とのやり取りの中であったりしますね。なので例えばその橋本さん、キャラクターを作ってもらった橋本さんとやったのは、やっぱりその江戸時代っていうとほっとくとやっぱりどんどん地味になってちゃうんですよね。もうみんな着物で着流しってなってしまうものなんで、いや逆にあの色男なんで、これはあの下はあの桃引きみたいなので、上は短パン、あ上は半袖でいいんじゃないかとかですね。あとみんながみんなちょんまげにしちゃうと、なんかちょんまげにしてしまうと、やっぱりそこにちょんまげっていう文化が僕らに今ないので、ある種主人公の例えばシノがちょんまげだったとしたらかっこいいって思わないんじゃないかとかですね。なのであの今例えばそれこそあの ジャニーズのこの髪型とかそういうところもちゃんとこう江戸時代に落とし込んでも違和感がないように色男のポーズを考えてみたりとかっていう風にしました。なのでそれはアニメーションはすごくそういうものを融合して、さも江戸時代っていう風に嘘をつくのがすごくこう、さもあれなんだ嘘をつくメディアとしてすごく有効なので、はい、その辺はあのたくさん江戸時代を研究した後にあえて江戸時代じゃない要素を入れ込むみたいな風にはして楽しくやると。なのでなんか一個のテーマとしてふざけて言ってたのはあの、時代劇ってやっぱすごくこう若者に受けないんですよねっていうところからスタートしたんです。今時代劇っていうとこう重いとかみんな面倒くさいって思われちゃうんですけど、それを時代劇ってこんな面白いんだっていう風に思ってもらえるその敷居の低さから始めたいねっていうのはあったりしたんですよね。一番なのであの言葉遣いとかもすごく脚本作る時とかにすごく問題になるんですけど、いやもう言葉遣いとかも全然現代でいいよっていうとこからスタートさせてもらったのと、あとはそういうふうに何でしょう、やっぱり史実っていうんですかね、そういう実際にあることをかけていくとそれが正解で他は間違いっていう発想になっていっちゃって面白いものを取りこぼしていきそうな感じがしたんですよね。なのであの一番初めに寿さんと宮野さん声優さんにお話しする時も、はい、もう2050年江戸時代っていう風な気分でやってくださいっていう風に言っちゃったぐらいなんですね。なのでそっちの方が見る側も面白いし、あのまあ映画って基本的にこう見たことないものを見たいと思ってくるもんなんで、あの江戸時代ものなんでしょう、これが江戸時代っていう裏切りが面白くて気持ちいいんじゃないかっていうとこからスタートさせてもらったっていうのは